ミハイル・コルニエンコは、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国サマラ州、シズラニ出身の宇宙飛行士である。妻は、医者のイリナ・コーニーインコで、娘が一人いる。父、ボリス・ジー・コーニーインコは、軍のパイロットで、1965年に、航空機事故で死亡した。母・ファイナ・エム・コーニーインコは、1931年、生まれで、引退している。 コルニエンコは1977年にチェリアビンスクの第15高校を卒業した。1981年から1987年まではモスクワ航空大学で学んだ。1977年に高校を卒業すると彼はチェリアビンスクのラジオ工場で働き始めた。1978年5月に彼は軍に召集されアゼルバイジャンキローフォーバドの落下産部隊に 配属された。1980年5月には軍装の階級で従軍を終えた。1980年から1986年にはモスクワの市民軍に在籍した。同時に彼はモスクワ航空大学の夜間部でも学んだ。1987年に卒業すると液体推進ロケットエンジン技術者の資格を得た。彼は1986年に 市民軍を辞め、機械工学設計事務所に入った。1986年から1991年まで、コルニエンコは打ち上げ装置の専門家として、バイコヌール宇宙基地で勤めた。1991年から1995年始めまでは、民間企業に勤め、1991年10月から1992年12月までは、 オーズ・トラバストックテクニカルプロダクションのデパートメントディレクターとして働いた。1993年1月から1995年4月まで LLCS でのゼネラルディレクターとして働いた。1995年10月からは彼は SP コロリョフロケットスペースコーポレーションエネルギアで技術者として働き始め、 宇宙飛行士用の訓練と試験の文章を作成する部署に配属された。また、水中の研究所での無重力の宇宙遊泳シミュレーションの試験にも参加した。ユニティで中に浮くトマトとコルニエンコ1998年2月24日、コルニエンコは試験宇宙飛行士の候補に選ばれ、1991年からガガーリン宇宙飛行士訓練センターで行われた訓練の結果、 試験宇宙飛行士に選ばれた。1999年からは国際宇宙ステーションの乗組員としての訓練を行い、第8次長期滞在ではバックアップのフライトエンジニアに選ばれた。2005年には彼はソユーズトママイナス10及び第23次長期滞在のフライトエンジニアのバックアップにも選ばれた。ピアースでバイオエマルジョンの実験をするコルニエンコ,コルニエンコは 第23次長期滞在、第24次長期滞在のフライトエンジニアとして、国際宇宙ステーションを訪れた。2010年4月2日に、ロシアのアレクサンドル・スクボルソフ、アメリカのトレイシー・コールドウェルと共に、バイコヌール宇宙基地から、ソユーズ・トマ -18 で地球を出発した。第24次長期滞在を終え、コルニエンコと、スクボルソフ、コールドウェルを乗せた。 ソユーズトママイナス18は2010年9月24日の22時2分に軌道から離れ9月25日5時23分にカザフスタンのアルカルイクに着陸した。コルニエンコは NASA のスコット・ケリーと共に2015年春から1年間の ISS 長期滞在を行う予定。これまで ISS での長期滞在は6ヶ月間で交代していたが1年間もの滞在を行うのは 初めて。このミッションは1年間の滞在の間に、微小重力環境下での様々な医学データを集めることにより、将来のガ周辺での活動や、小惑星、さらには、有人火星探査に対するリスク軽減や、対応策を検討するのに役立てられる。2010年7月27日、コルニエンコとヒョードルユールチキンは、オーラン宇宙服を着て、国際宇宙ステーションの外で、 戦外活動を行った。ありがとうございます。